サントラスト、ライリー・ポンティアック・デートナ・プロトタイプ2011年、ロード・アメリカ、ダラーラ・シボレー・ウェイン・テイラー・レーシングは、インスサ・ユナイテッド、スポーツカー選手権、プロトタイプクラスに参戦する、スポーツカー・レーシングチーム。チームは、2004年にライリー・テクノロジーズの、ファクトリーチームとして、レーシングドライバーの、ウェイン・テーラーによって設立され、 銀行持ち株会社サントラストからのタイトルスポンサーを得た。そしてグランダムシリーズに参戦。ウェインテイラーとマックス・アンジェレッリのラインナップは2004年のデートナプロトタイプのチームチャンピオンシップで2位になり2005年にデートナプロトタイプクラスのチームドライバーのダブルタイトルを獲得した。2007年ライリーとウェインテイラーは別れウェインテイラーレーシングは 13トラストレーシングとして参戦を開始した。2008年、ウェイン・テイラーはドライバーを引退し、マイケル・バリアンテとセカンドドライバーとして契約した。またチームは、ダラー・ラシャーシュに切り替えた。2009年、フォードエンジンが採用され、ブライアン・フリッセルが、セカンドドライバーとなった。二千十年、チームは、アンジェレッリにウェイン・テイラーの息子である、リッキー・テイラーが加わった。 彼らは1回の優勝と7回の表彰台を獲得し、ランキング2位になった。2011年、エンジンをシボレーに切り替えた。彼らは3回のレースで優勝し、8回表彰台を獲得し、ランキング2位になった。2012年、コルベット DP サンシャーシを採用し、シーズン3勝を挙げ、ドライバーズランキングで6位になった。2013年、チームは、 サントラストのスポンサーシップを失った。リッキー・テイラーがチームを去り、弟であるジョーダン・テイラーが加入した。アンジェレッリとジョーダン・テイラーは、デートがプロトタイプクラスで、シリーズチャンピオン獲得、3連勝を含む5回のレースで優勝した。2014年、ユナイテッドスポーツカー選手権となった、初年度、アンジェレッリは長距離の耐久レースのみの参加となった。 リッキー・テイラーがチームに復帰し、弟のジョーダンと共にフルタイムでドライブし、ランキング2位になった。2017年、最高峰クラスがデートナプロトタイプインターナショナルに変更となった。この年、チームはマシンをキャデラックドッピー VR に変更、開幕後連勝し、ドライバーズ、チームのダブルタイトルを獲得した。2019年、チームは コニカミノルタがスポンサーとなり、デートナ24時間では、小林カムイ、フェルナンド・アロンソが参戦、見事総合優勝した。小林カムイは、翌年もデートナ24時間に、同チームから参戦し、2連覇を達成した。2021年、チームは、キャデラックドッピー VR からアキュラに乗り換え、アキュラ ARX-05 で参戦。デートナ24時間を、総合優勝。 デートナ3連覇を果たした。サントラストチームリオーガナイゼズ、モーターレーシングネットワーク、26名2006、小林カムイと共に、デートナに連覇中の WTR、2021年は、アキュラドッピーにスイッチ、インタ、オートスポートウェブ、2020年9月24日、閲覧。ありがとうございます。